バートラメイアス・キリアンによる肖像画ルートヴィヒ・ユンガーマンはドイツの植物学者、医師である。ライプツィヒに生まれた。父親のキャスパー・ユンゲルマンはライプツィヒの法学の教授であった。母親は人文学者ヨアヒム・カメラリウスの娘であった。ニュルンベルクで1614年から1625年の間、医学を学び、ギーセン大学の解剖学、植物学の教授に任じられた。ギーセン大学では薬草園を作り、このギーセン植物園は設立された場所に現存するドイツの植物園としては最も古い。1625年にアルトドルフ大学の解剖学と植物学の教授となり、アルトドルフにも植物園を作った。著書には、Cornucopiae Florae GiessensisやCattargus Herbarum、Sarca Gissumなどがある。バシリウス・ベスラーのアイヒシュテット庭園植物誌の共著者としても知られる。リンネによって、苔植物のつぼみ苔属やうろこ苔目などに、献名されている。ありがとうございます。